野中博文10月20日から2018年1月26日は日本の政治家。通常は新事体で野中博文と表記される。京都府府内郡その部町長、京都府副知事、衆議院議員、自治大臣、国家公安委員会委員長、内閣官房長官、沖縄担当大臣、沖縄開発庁長,長官、自由民主党幹事長。 自由民主党行政改革推進本部長などを歴任。1943年春、旧正教徒府立その別中学校を卒業し、日本国有鉄道大阪鉄道局の職員として採用され、大阪、梅田の大鉄局業務部新坂に配属された。ここで、当時の局長だった佐藤栄作と出会う。 1945年1月に陸軍に招集。最終的に陸軍第155師団不評第452、連隊に配属、高知県で終戦を迎える。青年団活動に身を投じ、同じく各地の青年団運動を行っていた、竹下登、浜田光一らと活動を通じて知り合う。衆院議員、田中義美の秘書を経て、その部町議会議員。 その部町長として調整に携わった。町長時代には、京都府町村会の会長や政府税制調査会の委員なども務めた。その後、不正に進出し、京都府議会議員を務める。京都府議の12年間は、野党議員として、社会党及び共産党などを与党とする、荷長は取革新不正と対峙した。 7期28年間の革新不正の荷長は、虎ゾ知人体によって、1978年に革新から不正を奪還した、林田幸男知事の下で、京都府副知事を荒牧定一との不発の二人制で務める。副知事時代の功績の一つに、第三セクターによる産業廃棄物処理施設の建設がある。近年の環境省は、不法投棄や、 不適正処理等の対策として、産業廃棄物処理への公共関与の強化を進めているが、すでに野中は24年前に行っていた。後に、地球のバランスと称した、環境問題に関する文章を表している。また、当時の京都府庁では、不職員に対する福利構成に力を入れており、課長以上の職員の自宅の電話代や、部長以上の職員の昼食代まで府が 肩代わりしていた。副知事就任後にその実態を知った野中は、こんなことに税金を使って、どうするんだと一括し、それらの制度を廃止させた。1958年、京都市の重度身体障害者グループが、寝たきり障害者に愛のホームを、と声を上げたことから、日本で最初の重度障害者療護用施設が、野中の地元である園部町に設置された。 施設を訪れた野中は入園者が働く場所を設ける必要性を感じ、作業所、重度障害者受産施設を備えた社会福祉法人を設立した。その後、先行して設立されていた重度障害者療護施設の運営依頼も受け、自ら設立した社会福祉法人、京都太陽の園に、統合、理事長として、両施設を運営することになった。 野中は当初、京都府副知事を退任後は政界を引退して、この社会福祉法人の運営に専念するつもりだった。1983年8月7日に、前尾重三郎、谷垣仙一の両衆院議員志望に伴う、衆議院急業と肉補欠選挙において、自民党公認、木曜クラブ新人として、二議席を自民党の高知会新人、 谷垣定一候補、日本共産党の有田光男候補、日本社会党の山中松次候補、前置無所属臨長佐田候補らと争う。開票直後は、野中リードの速報が入るものの、次第に谷垣、有田両候補にリードを許し始めた。谷垣候補が当確し、続いて、有田候補が、勝利宣言、野中は敗北宣言の準備を始めた。 しかし、野中の地元、その部町で未開票の投票箱の存在が判明して、有田候補を逆転し初当選を果たした。野中が一度は、敗北を覚悟した、選挙結果に、京都府議時代から目をかけていた、田中角栄元首相が、自民党京都府連会長、上田実参議院議員に対して激怒したという。なお、当初自民党には二区に対しては、 谷垣一人のみ擁立する案があったが、それに対して、独占を目指して二人擁立論を、自民党総務局長として、強行に主張して、谷垣、の中の二人擁立を行ったのが、後に野中と対立することになる、小沢一郎であった。1987年7月、形成会が結成され、田中派が竹下派、二階堂グループ。 中立系に三分裂した際は竹下派に移った。自治大臣、国家公安委員会委員長、自民党幹事長代理、内閣官房長官、自民党幹事長などを歴任。自民党郵政事業婚話会の会長を務め、郵政族のドンとしても知られ、特定郵便局長会に強い影響力を持ったほか、副知事などの地方行政の長い経験や、 自治省の経験から自治省にも影響力を持っていた。自民党内での台頭、金丸真の不祥事スキャンダルによる議員辞職に橋を発した竹下派分裂の際に、反尾沢一郎グループの急先鋒として名を知られるようになった。1993年8月、細川内閣発足によって自民党はゲイヤし、野党となる。ほとんどの自民党議員は、 長年与党議員だったため、野党的な追求型の国会質問などができる議員は少なかった。そんな中、の中は、京都府議会議員時代の長期にわたる野党経験を活かし、東京都議会議員として身延べ革新都政に厳しく退治した深谷隆史ともに、予算委員会で細川内閣を追求し、党内で実力を認められるようになった。 細川批判で名を挙げた野中は、細川森博の首相退陣の際は、細川さんは何ですぐ辞めちゃったんだろう。あんな疑惑で辞めるとは思わなかった。こっちは、攻撃材料を、いろいろと作っていたのにとぼやいたという。特筆すべきは、昭和45年2月10日付の国税庁長官の、全国の税務所長宛て通達による、同和控除である。 この税の優遇措置が、エセ同話団体に悪用されていることを、衆議院予算委員会で追求した。初入閣1994年6月30日、村山内閣で、入閣1994年に、自社さ連立による、村山内閣で、自治大臣、国家公安委員長として初入閣。自治大臣として、小選挙区の区割法案など、 政治改革を担当したほか、1995年には国家公安委員長として、オウム真理教によるテロ事件に破壊活動防止法を適用することを強行に主張した。また、松本サリン事件で被疑者と疑われた通報者の河野義行に対し、国家公安委員長として真っ先に謝罪に訪れた。村山首相は公安調査庁に、 派防法的要申請を認めたものの、公安審査委員会の審議により否決された。自民党幹事長、代理1996年の橋本内閣では、小沢一郎を率いる、新進党と連携を図ろうとする、梶山聖六官房長官ら、頬大連合派と対立する、自社さ、派の中心メンバーとして、加藤光一幹事長を支えた。 1996年に山口県知事選挙では、任意赤なりの推薦を、野中は認めなかった。第41回衆議院議員総選挙では、初の小選挙区比例代表並立制で自身は京都4区で、共産党新人や、新進党現職、豊田淳太郎に圧勝。選挙後は、幹事長代理として加藤幹事長と組んで、早くに、新進党から復党した。 杉山のりらと共に、新進党からの議員を引き抜いた。その結果、1997年には、自民単独過半数を回復させ、新進党解散の一員を作った。野中らは、新進党を、引き抜きの、釣り堀と呼んだ。野中は、自社さ連立検事を主張していたが、自民単独過半数回復は、社民党、新党先駆けの発言力を低下させ、 連立崩壊を早めることになった。1997年、小泉純一郎厚生大臣が厚生省幹部と参議院厚生委員会理事と食事をした際に、村上正久に参議院幹事長が事前通告もなく参議院理事を動かし参議院、スケジュール管理に支障をきたしたとして、参議院厚生委員長に対して、 議事権発動を促し、同意委員会への厚生省幹部の出席差し止めにすることで、小泉厚生省に反発した。このことについて、の中は、党執行部として、加藤光一幹事長を補佐する形でこの事態を打開するために、村上を参議院幹事長から更迭しようとするが、村上は参議院の独自性を盾に抵抗。最終的に、 当執行部が折れて、小泉を村上に謝罪させる提案を行ったが、野中は村上について、あなたは実質的に参議院を支配しようとしている。天下を取るつもりかと述べたとされる。同年、沖縄県の米軍基地用地の確保を続けるため、橋本内閣は、米軍用地特別措置法改正案を出し、野中は衆議院で改正案の特別委員長を務めた。 法案の委員会通過後、4月11日に、野中は、衆議院本会議で、委員会報告を行ったが、壇上での報告の最後に緊張で腕を大きく、震わせながら、この法律がこれから、沖縄県民の上に、軍下で踏みにじるような、そんな結果にならないようことを、そして、私たちのような、古い苦しい時代を生きてきた人間は、再び国会の審議が、 どうぞ体制翼参会のような形にならないように、若い皆さんにお願いをして、私の報告を終わりますと付け加え、物議を醸した。の中は、梶山官房長官らが、首相官邸主導で、新進党と合意、採決に入ったこと及び社民党や共産党を除くすべての政党が十分な議論を、経ずに賛成したことに反発。 批判したかったとし、沖縄の痛みや日本外交の今後を考えると、法案はもっと緊張感を持って通すべきだったと思い、継承を鳴らす意味を込めて、削除覚悟で、あえて発言したと後に語っている。この発言は、小沢一郎率いる、新進党側の要求により、国会会議録から消されている。なお、法案は、同日の衆議院通過後、4月17日に、 参議院で可決成立した。小渕内閣官房長官1998年第18回参議院議員通常選挙大敗で橋本首相が退陣すると後継の小渕内閣で官房長官と沖縄担当大臣を務めた。小渕恵三総理は官房長官を誇示するの中に土下座をしてまで就任を頼んだという。小渕内閣では一転して 自治公連立を推進した。官房長官在任中は、広島県内の校長が、卒業式での日の丸形容の対立をめぐり、自殺したのを機に国旗及び国家に関する法律を、策定、社民党などの猛反対や、党内の慎重論を押し切り成立させるなど、鳩原氏からぬ一面も見せている。 1999年9月30日に、茨城県中郡東海村で発生した、東海村 JC o 臨海事故の際には、内閣官房長官として、事故対応の指揮を取った。内閣総理大臣官邸に、事故状況の報告に来た、科学技術庁の幹部がおろおろして、事故現況の報告に詰まると、野中は、とにかく現場へ行きなさい。現場を見ないでどうやって、 こちらに報告できるのか。現場を見て、その状況を報告しないことにはこちらも対策を講じられないではないかと一括し、その科学技術長幹部に東海村の現場へ直ちに行くよう命じた。これは野中自身が後にこの臨海事故について聞かれた時に語っている。自民党幹事長に専念に、 小渕首相が倒れると、森吉郎自民党幹事長、青木幹夫官房長官、村上正邦参院議員会長、亀井静香政調会長と協議を行い、森幹事長を小渕の後継自民党総裁にすることとした。この協議は、首相を5人組によって密室で選出させたものとして、野党から厳しく追及され、国民からも大きく批判された。の中は、 森の後継として自民党幹事長代理から幹事長へ昇格した。国会で小渕の死を痛む発言をした鳩山幸男民主党代表に対し、小渕以前総理のご心労の多くがあなたにあったことを考えるとあまりにも白々しい発言と厳しく批判した。第42回衆議院議員総選挙では衆議院ピレークに73歳定年制を導入し、 総務局長、鈴木宗男と共に、多くの高齢大技師の引退を迫って、党内の反発を買い、これが3年後の政界引退の演員となった。同年垣の加藤の乱では、加藤派の小賀誠国会対策委員長らと連携、同派議員の多くを切り崩し総理総裁経験者で、志卒会最高顧問、中曽根康弘から、 三木武義を超えましたなぁと称賛を受けた。その直後、野中は、幹事長を辞任、公認に、小賀が就任した。野中は、幹事長として、加藤の乱で欠席した議員たちを処分することは、しなかった。むしろこれによって、総理の森には党内にも、 有国の死がいることを知って、総理の重みを感じ取ってほしいという趣旨の発言をしたのに対して、森が、不信任案が否決されているのに、幹事長は何を言ってるんだいと言ったのを聞いた野中が、失望し、幹事長辞任に至ったという。この頃、小渕、森政権時代には、官房長官、幹事長代理、幹事長として仕切ったことから、影の総理と呼ばれたこともあった。 野中総理対望論から影響力低下へ2001年3月10日、森吉郎首相は首相官邸に自民党語訳を招集し、事実上の対人表明をした。自民党総裁選に向け、小賀誠、公明党代表の神崎武則、保守党党首の大木千景などから対望論が上がるも、橋本派内からは、橋本龍太郎や村岡健三らの幹部から、 その年室ぶりを疎まれていたため、鈴木宗裏を除いて、有力議員の支持が集まらず、野中は、たとえ推薦されても、受けることは200%ないと出馬を否定した。そして3月20日に事実上の出馬断念を表明した。橋本派は、橋本を担ぐことになり、圧勝すると見られていたが、小泉純一郎に、一般党員の支持が集まり、総裁選で7日、 解決性以来初の敗北を喫した。なお、野中は総裁選中に、橋本政権受立後は三役に留任してもらうと、主流派の取り込みを図ったが、党内外で猛烈な反発にあった。2003年自由民主党総裁選挙で、主戦論を唱え、小泉を支持する、平成県幹部の青木幹夫参院幹事長、片山虎之助総務大臣。 石橋茂防衛庁長,長官、村岡健三元官房長官らと激しく対立し、一部の議員をポスト目当てで小泉支持に回っていると批判し、毒万獣という言葉を残した。野中は自らの引退をかけて、藤井高尾元海輸大臣を擁立して総裁選に臨んだが、藤井は小泉淳一郎の再選を阻止できず大敗した。 2003年10月政界を引退したが、小泉内閣を非常の政治と批判した。また、自身の軍隊体験から国防に関しては、ハと派であり、憲法の改正にも反対の姿勢であり、多くの対立点を持つ小泉内閣に対して、ことを唱え続けた。引退する直前の7月4日、衆議院で行われたイラク。 復興支援特別措置法の採決では記名投票にするよう求めるも小泉に受け入れられず、同様に記名投票を主張した小賀誠元幹事長や西田司元自治大臣と共に投票を棄権し退席している。2004年に西瀬闇献金事件が発覚したが、野中は橋本らと共に1億円の小切手を受け取る現場に居合わせたことを否定。 東京地検も政治資金規制法違反で捜査していたが関与しているが積極的でないとして基礎猶予となった。これについて検察審査会は不起訴は不当であるとする議決を行った。またその後の村岡健三の東京高裁判決において野中のアリバイが偽証であると認定された。2005年の第44回衆議院議員総選挙では かつて選挙区で後継者指名をした田中秀夫が優勢民営化法案に造反し反対票を投じたため自民党から公認を得られず無所属で出馬。資格として自民公認で出馬した中川康弘元府内軍八木町長に敗れた。中川は野中の議員時代の副審で後継者と目されたこともあったが北宅は田軍。 ふないの市町村合併から意見の祖語が見られるようになった。さらに、中川が2002年の京都府知事選に、笹野貞子元民主党副代表の応援を受けて、立候補、落選して、以来、野中との対立が決定的なものとなった。亀井静香、藤井隆夫、野田聖子、小川誠、小林幸喜らかつての半小泉の勢力も、落選、非公認、離党などで、 権力構想から外れていったため、彼らを支援していた、野中の影響力も次第に低下していた。小泉の後継者である、安倍晋三が、総理大臣を辞職すると、小賀誠の要請で、麻生法医網に参加したとも、福田康夫内閣成立の立役者の一人とも、言われている。小賀が、自民党選対委員長に就任したこともあり、低下していた。 野中の影響力に変化が生じたと言われた。その後、対立関係にある麻生太郎が、党総裁、総理に就任すると、麻生を批判する発言を行った。2009年の第45回衆議院議員総選挙では、元の地盤の京都4区は、田中秀夫、中川康弘が共に、民主党の北、上敬郎に敗れて落選し、小選挙区制導入以来続いた。 自民党の議席を失った。政権交代後の2009年12月には、全国土地改良事業団体連合会の会長として予算の半減が伝えられた土地改良費の復活を民主党の幹事長室に陳情に赴く姿が報じられた。この際、民主党側は過去に野中と確執のある小沢一郎幹事長ではなく、 日高剛副幹事長らが対応した。野中は陳情後に2010年夏の第22回参議院議員通常選挙、比例区で連合会の政治組織である全国土地改良政治連盟からの自民党候補の出馬取り下げを要請すると発言した。2011年4月に自民党を離党。2012年の第46回衆議院議員総選挙では、 徳島一区で、自民党新人福山守ではなく民主党現職、戦国義しを応援。2013年6月には、亀井静香、村上正国の呼びかけに呼応し、石原慎太郎、桜井慎、島村義信、戦国義しと、平野貞夫、村山富一矢野淳也らと、円卓会議の創立に参加した。2018年1月26日午後、 京都市内の病院で死去。92歳没。日本国政府は、同年2月13日の閣議で肖像くらいに、助すことを決めた。2006年10月より、平安女学院大学で、文化創造センターの客員教授として、政治学を中心とした教育、研究活動を行っている。2009年4月より、立命館大学客員教授に就任。 年数回程度、講義を行う。また、京都府土地改良事業団体連合会の会長を務め、全国土地改良事業団体連合会でも会長理事に就任するなど、いくつかの公職についている。元来は、自民党を支持してきた、全土連は2009年の政権交代後、政治的に中立な立場を表明。2011年3月29日に、 野中が全土連会朝食に参戦されたため、国から補助金を受けている団体の責任は、政党職がない方がいいと、同年4月に自民党を離党。ただし、この離党の背景には、東北地方太平洋沖地震に対応するための、布石と捉える向きもあった。自民党が2012年に政権復帰した後、2016年6月に自民党へ復党した。 安倍晋三への批判、麻生太郎への批判批判内容、総務大臣に予定されておる麻生政調会長。あなたは、大友会の会合で、野中のようなブラック出身者を、日本の総理にはできないわなぁとおっしゃった。そのことを、私は、大友会の3人のメンバーに確認しました。君のような人間が、我が党の政策をやり、これから、大臣ポストについていく。 こんなことで人権啓発なんかできようはずがないんだ。私は絶対に許さん。野中の激しい言葉に総務会の空気は凍りついた。麻生は何も答えず顔を真っ赤にしてうつむいたままだった。麻生太郎サイドの県会第三者による県会朝鮮半島おい、こんな国もう二度と来ないぞ。俺は今日まで金丸さんの気持ちを継いで なんとか近くて近い関係にしたいと思って、努力をして、日本では、いろんなことを言われながら、まあ、自分で傷つき、家族に迷惑かけてきたけれども、もうこんな誠意のない国、二度とくんと話した。翌朝午前6時、朝鮮労働党アジア太平洋委員会の総広氏経営の中を訪れ、拉致問題は、拉致では、受け入れられない。 行方不明者という呼び方で拉致7件10名の名簿を預かって、朝鮮赤十字会での調査を提案してきたため、森及び外務省の牧田国彦審議官と相談を行い、牧田審議官が行方不明でも結構です。拉致事件について、とにかく調査しようと、足がかりできたら大きな収穫ですと野中に話した。ありがとうございます。